こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。本日は忙しくて勉強ができないという方に対してのアドバイスです。宅建に合格するためには、毎日お送りしている3問を毎日勉強したとしても、合格するだけの実力はつきません。その理由なんですけども、2つあります。1つ目が、問題量が少ないということ。で、もう1つが、毎日の3問無料なので、理解学習については、たまにしかお伝えしていないんですね。ほとんどの場合が理解学習まではお伝えしておりません。この2つが挙げられます。で、そのため合格するためには、この2つを克服していく必要があります。そして今回は1つ目の問題量を増やすために、忙しくても勉強時間を作るためのアドバイスをさせていただきます。これについては別途動画作成しておりますので、この下の概要欄からご確認ください。また右上のお知らせボタンにもアドバイス動画のリンク貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。では問い1です。金銭消費貸借契約における主たる債務者は保証契約の当事者ではない、丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。この問題文だけで意味わかりますでしょうか。まず、金銭消費貸借契約っていうのは、お金の貸し借りの契約なんですね。貸金契約とも言います。で、主たる債務者とは、お金の貸し借りで言えば、お金を実際に借りた人ですね。で、それを保証するのが保証人です。そして、保証契約っていうのは、債権者、お金を貸した人と保証人との間での契約なんですね。主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。この点意外と間違えている方、勘違いしている方が多いので注意してください。もしあなたが銀行からお金を借りて、あなたの親御さんが保証人になったと。そういった場合は、親御さんと銀行が保証契約を結びます。主たる債務者であるあなたは関係ないということですね。このように具体例があると分かりやすいと思います。この問題は比較的簡単ですが、難しい問題もこのように噛み砕いて解説すれば理解できるはずです。そして個別指導ではこのようにできるだけ分かりやすく解説しております。なのできちんと本試験で点数取れるようにしたい。そういった方は理解学習をぜひ行ってください。で、理解学習の仕方についてやっぱり分からない。自分自身で調べられない。という方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。で、問い2ですね。取引士 A、宅建士 A は重要事項説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引書を提示せず、また交付する書面にも記名押印をしなかった。この場合、A は10万円以下の過料に処せられる、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。10万円以下の過料になる場合は、取引士に関する事由だけです。それは3つありますので、覚えておきましょう。1つ目が、登録少女処分を受けたのに取引証を返納しない。2つ目が事務禁止処分を受けたのに取引証を提出しない。3つ目が重要事項説明の際に取引証を提示しない。で、今回の問題はこの3番ですね。重要事項説明の際に取引証を提示しなかった。これに当たりますので、10万円以下の過料に処せられるということになります。ちなみに相手方が提示を要求しなくても、また見せなくていいよと言ったとしても、取引証は提示しなければいけません。この点は監督処分の分野でも出題される可能性ありますので、覚えておきましょう。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる切り戸であって、当該切り戸をする土地の面積が600平米、かつ高さ 1.5 メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、知事の許可が必要である、丸か×かという問題です。答えは、許可必要ですね。なので、丸です。宅地造成工事規制区域内において、下記いずれかに該当する場合は知事の許可が必要です。一つ目が、切り戸もしくは盛り土をする面積が500平米を超える場合。今回、600平米ですよね。500平米超えてます。なので、もうこの時点で、許可が必要だということから、もう丸だというふうに導いていただいても構いません。そして、もう今回、切り戸ですよね。で、切り戸について、高さ2メートルを超える崖を生じる場合。この場合も許可必要なんですけども、今回は 1.5 メートルですね。1.5 メートルなので、2には該当しません。まあ、2には該当しないんですけれども、いずれかに該当する場合、許可が必要だから、
どれか一つでも該当するものがあったら、その時点で許可が必要なんですね。だから2を満たさなかったとしても、1を満たすので許可が必要だということです。まあ、この点は注意しておきましょう。これ基本問題なので絶対解けるようにしておきましょう。そして初めにもお伝えしたんですけども、忙しくて勉強時間作れないという方に対してアドバイスの動画を作成しております。この動画終わったら真ん中の方にその動画のリンク貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。